はい、今回ご紹介しますのはこちら、ポーターの、ポーチです。なぜこれ今回紹介するかと言いますと、 au のスマートフォンインフォバ A01 なんですが、これどこにもですね、ストラップ用の穴がないんですね。だからその手に持ってる時に、結構落ちる心配があるのかなと思うんですね。しかもこれ、シリコンのジャケットを外して素で持っているとね、ツルツル滑る感じがあるんで、落下する危険が高いんでね、最低限このシリコンケースをはめているんですけど、シリコンケースをはめていてもね、やはりなんか、落下しそうな、気がするんですね。それと、持ち運ぶ前の、収納場所、ズボンのポケット、胸ポケットなんかにスポッと入るんですけど、やはりね、きちっと収納しとかないと、この液晶画面が割れる恐れもありますんで、何か、収納ケースはないかなと思ったら、数年前に購入した、こちら、ポーターのポーチがありました。これね、スポッと、スマートフォンが入ります。しかも、この、布地、ソフトな布地で、液晶画面を保護してもらえます。でこちら側は、カード類が入るスペースがあるので、私は、免許証を、入れているとこです。でここに免許証とかのカード類をスポッと入れて、前の方にスマートフォンが入ると。でここをじっと閉める。で手前のポケット、ここに入っているものは、これ、インフォバ A01 にはこの変換用のコードが必要です。これ入れてます。それと、やはりバッテリーが持たないので、au の、純正の、ポータブル充電器、こちらも入れてます。それと、音楽を聴いたり、ハンズフリーで通話するための、イヤホンですね。ステレオイヤホンですね。それを、収納してます。スマートフォンに必要な小物類はすべてこのポーチに全部収まっちゃうんですね。よいしょ。でこれ入れて、で変換コードを入れると。で裏側を見ると、これズボンのベルトにも装着できるようなものがついてます。ここね。でこちら側もここにマジックテープがバッとついてるんですね。そしてこれ伸びます。よいしょ、どこだ、ポンとこれグリッとここで止めてあげると、腕に巻くことはないと思うんですけど、これ腕にこうって通してね、腕に、巻くっていうことも使い方によってはできるのかなというふうに思ってます。ポーターなので、作りは、しっかりしていて結構ね、重宝してます。あとアクセントとしてですね、皇帝家のことを忘れないということで、これ牛さん、これ、豚さんの、ストラップ、そして、ボランティアの皆さんが作ったペットボトルのこれミサンガっていうんですかね、それを、つけておるとこです。はい、今日は、スマートフォンの、収納ケース、専用の収納ケースではありませんけれど、ポーターの、ポーチをご紹介しました。はい、それでは失礼します。